桂新ラは落語芸術協会に所属する落語家。本名、谷口部屋さん。出林は、老伊勢参り。長野県長野市に生まれ、三重県四日市市で育つ。三重県立四日市南高等学校を卒業、玉川大学文学部芸術学科中退、演劇活動の後、2008年3月に、三遊亭カルタに入門、10月21日に前座として、 学屋入り。前座名は、多ー。2013年6月11日に日詰目昇進。歌も女。12月1日に、日、ルネと改名する。2017年1月に、落語協会を大会し、同年7月に三代目、桂真嗣に入門する。前座名、真ので8月に、学屋入り。初講座は、浅草園芸ホールの看板猫、ジロリの取材で、 猫の名前、ジロリに向かって。2021年8月11日に2つ目に昇進、進化と解明した。落語芸術協会プロフィールには、趣味として猫、オペラ、宝塚、美術館、喫茶店を挙げている。ABCDEFGH、桂進化。落語芸術協会。2021年8月11日閲覧。 東西予選芸科名館東京河原版2015年9月5日90ページ2つ目小心心の回目カツ進化落語芸術協会2021年8月11日閲覧ありがとうございます